79.5. Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Thursday. 皆さんこんばんは。本日木曜日のハロードライブ、ハロドラはモーニング娘。ワンセブン工藤遥香と株式ファクトリーの広瀬彩香とパラプロ研修生の市岡玲奈の3人で今週お送りします。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間、現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、本日11月30日は、モーニング娘。ワンセブンのメンバー加賀楓ちゃんのお誕生日、ありがとうございます。はい、あーちゃんがとっても喜んでおります。ねえ、カイディ好きで有名ですから。あ、有名ですか？結構、うん、知ってるよ。じゃあぜひカイディに誕生日バースデーメッセージ。そうですね、18歳ということで18年前の今日、生まれてきたということで、本当にあの加賀さんに出会ってから毎日キラキラしてます。生まれてきてくれて本当にありがとうございます。すごい、なんか本気感がすごい。恋する乙女って感じ。ねえ、本当に、いや楽しいですね、やっぱり見てて。まあね、はい、そうですね、カイディ。本当に、でもなんか、まあ、すっごい個人的なことを言うと、私的には前髪を切ってほしいなってずっと思ってます。ねえ、でもこれが、そうですね。はい、ね、消えるそれ。大人の方とかに届けばいいなって思ってます。まあまあ、ね、今もすごく似合ってるんですけど、ショートカット枠がね、私が卒業したら飽きますから。そうですね、それこそ前のね、加入当時の会議とかに戻るんじゃないかな、わかんないけど。そうなんですかね。あ、どうなるんですかね。まあまあ、今後の成長も楽しみにしていただければなと思います。はい、改めまして会議お誕生日おめでとう。おめでとう、ありがとうございます。今日は11月ラストの放送ということで、はいはい、楽しく深夜ですけれども、はい、軽くお届けしたいなと思います。はい、ということで本日も1時間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーク。わーい。はい、このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それをもとに女子トークをしていきます。はい、お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていくシステムです。うん、それでは今週はどんなお題が入っているのか早速引いちゃいましょう。はい、いっちゃいこう。はい、いきます。はい、これを最近偏りがね、あったからね。やったら、そうですね、尾形春菜ちゃんが出たりしてたから。そうですね。お、もし自分が男の子だったら誰と付き合いたいですか。はい、ピンククレスの小林ひかるさんです。はいはい、工藤さん、森戸千咲ちゃん。あー、でも分かる気がする。ちーちゃんめっちゃ可愛いんですよ。可愛いですね。今こうモーニング娘。に兼任してきてくれて、うん、はい、カントリーガールズと兼任体制になりまして、はい、一緒にツアー回ったりとかも半年ぐらいね過ごしてきましたけど、はい、なんか本当にもう一つ一つの行動とか、うん、なんか本番前に私たちこうみんなでお互いハグしてよろしくねみたいな感じで声かけ合ったりするんですけど、そういう瞬間とかも私より背がやっぱ小さいから、うん、こうピョンってこうちょっとねつま先立ちになったりとか飛び乗ってくるみたいな感じで来るわけ。かわいい。もうだからちーちゃんの彼氏になる人羨ましいって思う。本当に、この何10年後ぐらい出てくるかもしれませんもんね。そうだって、ちーちゃんがじゃあ大人になりました、うん、結婚しますとか、もしお付き合いしてる方がいますとかなった時に、え、もうなんかまず紹介してね、ちょっと見定めるかなってこの間ちーちゃんに話したもん。いや、もう同い年ですけどね、工藤さん、ドゥさんと。そうそうそう、ちーちゃん。いや、でも本当に分かります。なんか同い年に思えないっていうか。そうなの、すごい可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛いんですよ。誰かな、ありますか。私はまあでも何人もいるんですけど、同じグループで言うと浜原彩乃ちゃんですね。おー、あの浜ちゃんってあの何しても笑ってくれるんですよ。いいね。何話しても笑ってくれて、うん、こう一緒にいるこっちもすごい楽しくて。それ大事だもんね。すごい本当に、ね、ちょっと本当につまらないこと、うん、なんか他の人だったらスルーされるようなことでも、うん、すごいゲラゲラ笑ってくれるので、なんかこうやっぱりじゃあ男性の方からすると、うんうんうん、すごいこうなんだろう、笑顔もすごい可愛いですし、うんうん、ちょっとキュンってきちゃうんだろうなって。なるほど。こう一緒にいてすごい楽しいなって思うので。いいですね、浜ちゃんですね。確かに。はあ、いちゃんは。私は椿ファクトリーの秋山真央ちゃんです。あー、いいね。はい、かわいい。なんか大阪の子なので、いい、うん、またちょっとあの関西の方言が入ってると思うんですけど、うんうんうん、あの会うたびに一岡さんって来るんですよ、うんうん、で抱きついた後になんか一岡さん好きって、あの関西の方って好きって好きって気が下がるじゃないですか、うんうん、
何この可愛さと思って、多分向こうは全然その気がないけど、なんかなんでなんかいつもそういうキュンキュンする言葉は言うんだろうって思います。本当可愛い、魅力的なメンバーがたくさんいるのがハロープロジェクトです。はい、はい、じゃあ続いてあーちゃん、はい、続いて引きます。こちらです。じゃじゃん、鈴木愛理さん、はい、ラーメンは何味が好きですか？ほう、なるほど。私先週も鈴木さん引きましたね。そうだね、確かに前もね、はい、前回なんだろう、ラーメン、ラーメン、でもなんかこれラーメンって聞いたこと、なんか前にも話したことある気がするんだけど、ね、なんて言ったか覚えてないな。でもジュウさんラーメン好きですもんね。好き、めっちゃ好きです。私すごい好きなんですけど、うん、家系ラーメンっていう、もうこってりドロドロした、うんうん、カロリーの塊みたいなラーメンがあるんですよ。本当にね、そういうのもすっごい好きで、うん、で結構ラーメンが好きがこう勝って、今まで一人でラーメン屋さんって行けなかったんだけど、うん、行けるようになったりとかして、もうあの二郎系ラーメンっていうね、あのね、もうでっかいですよね、てんこ盛りの野菜とか、うん、とにかくトッピングがてんこ盛りの麺にたどり着くまですごい時間かかるようなラーメン屋さんとかも、うん、そういうとこもなんか酒平気で行けなくなっちゃって、二郎入れるんですか？はい、全然入れる。すごい、二郎ラーメン余裕な顔して入るよ。最近、ね、食べきれるんですか？それがすごいでしょ。すごい、完食するの私。すごいっていうぐらい、こう女子とは思えぬ行動もこうラーメン好きが勝ってできるようになったので、すごい、そうそうね、もし、うん、いっちゃんとかもね、あんま食べたことなかったり、そうなんですよ、ラーメン屋さん1回しか行ったことなくて、うんうん、すごい、それもすごい、食べたこと、家とかで食べるのはその1回行った時は豚骨ラーメンを食べたんですけど、うんうん、家ではいつも醤油なんですよ、うん、だから後のその味噌とか、あと何があるのかあんま分かんないですけど、豚骨とか塩とか、そういうのがちょっと分かんないですよ。そうなんですね、だから好き、何が好きかもあんまり分からずにって感じです。なるほど、はい、あーちゃんあります？好きなラーメン。私この間見つけちゃったんですよ。あのそれこそ愛知県の大須にあるんですけど、うん、名古屋でハロープロジェクトのメンバーが定期イベントやってるじゃないですか。やってるね。そこでラーメン大好き浜浦さんが行くっていう、まあ浜ちゃんもラーメン大好きなので、うん、ラーメン屋さんを1日に4軒回ったんですよ。ねえ、お腹パンパンやん。お腹痛くなりました。なんですけど、その時に行った釜玉ラーメンっていう、うんうんうん、あの汁があんまり入ってない、うん、まあ、汁なし担々麺のラーメン版みたいな感じで、上に釜玉が乗ってるラーメンがすんごい美味しくて、ちょっと軽いカルチャーショックを受けましたね。何それ。あ、そうです、そうです、なんかめちゃめちゃ美味しいじゃん。それです。釜玉ラーメン、 トッピングとかも自分で選べるんですよ。うまもうすっごい美味しかったんです。ビジュアルが美味しい。うん、なんかでも結構量はあの今見てる写真あるんですけど、うん、より少なめで、うんうんうん、なんかカップみたいなのに入ってるので、結構食べやすい量ですし、すっごい美味しかったです。本当にいいですね。あのたまに東京のこう大きい公園とかでラーメンフェア的なやってます。やってるんですよ。そういうのにもこう機会があればね、行ってみたいななんて思います、はい、ラーメン好きは。はい、はい、じゃあそれでは最後、私引きます。はい、さあ誰が、なんかそろそろ出会ったことない人と出会いたいですけど。あ、そうですね。自分の出身地の好きなところ、アンジュルム上国領萌ちゃんからです。ここには埼玉県出身の私とあーちゃん、神奈川県、東京です。東京、まあ、関東ですね、主に で、ね、ですけれども、何か地元自慢ありますか？私広瀬ありますね。神奈川いっぱいあるよね。なんかね、神奈川のいいところって、あのまあその神奈川県民が言うのもあれなんですけど、都会すぎず田舎すぎないところだったと思うんですよ、うんうん、まあ、東京ほど人も多くないですし、うん、まあ、本当にそれこそなんだろう、この横浜から離れていけば離れていくほど山とかが多くなったりとか、うんうん、あとはまあ湘南の方行ったら海もありますし、そかそか、あとは箱根温泉だったりとか、結構あの神奈川県の中で完結できるっていうんですかね。海水浴もできるし、温泉も行けるし、自然も楽しめるし、だからといって横浜とかに行けばすごく都心なので、いろんなものがあったりとか、うんうん、お買い物もできますし、うん、すごい魅力がいっぱいあるなって。なるほど、うん、私は埼玉出身なんですけど、埼玉も本当にあのいい意味で何もないです本当にね、紹介できるスポット、うん、本当に限られてるのが埼玉県で、うん、あのまあ川越とかちょっと小江戸と呼ばれる場所があったりだとか、
まあ、あとこうちょっと田舎の方に行くと広大な土地があるので、大きいショッピングモールとか、はい、アウトレットとかはたくさんあるんですよ、うん、で、まあ、あと埼玉出身の芸能人はめちゃめちゃ多い。ハロープロジェクトにも結構埼玉県出身者が多かったりとか、うん、あとは何だろう。でも埼玉って鉄道博物館ありますよね、うん、あるよあるよ、鉄道博物館あるよ。びっくりした、いきなり。そう、いいなって思います、うん、近い。遠足とかでね行くぐらいだよ、鉄道博物館。そうそうそう、遠足で行けるのいいですよね。そう、まああんまり楽しかった思えないんだけど、あんまり興味ないからさ。鉄道好きじゃないとやっぱり、ね、そう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 、うん、いっちゃんは東京。東京は何でもある。なんかコンビニも、うん、なんか角曲がなんかあすぐ近くにあって、うん、また角曲がったらすぐあるとかあるじゃないですか、うんうんうん、視界に3軒ぐらい入るときあるもんね。だからもう何も困らないですし、いいね、その新宿渋谷とかすごい近い範囲で、その新宿原宿渋谷とか、うんうん、近い範囲でなんかいるも服でも何でも手に入るもんね。何でもっていうのが一番。でも人が多いのがちょっと、うん、なんか人混みが苦手な方もやっぱいらっしゃると思うので、うん、 ね、そういう方にはちょっとあれかもしれないんですけど、うん、でもなんか本当に何も困らないです。なんかすぐ、うん、今すぐ何かが欲しいっていう時もとりあえずコンビニにもう近くにあればそこで住むし、うんうんうん、っていうメリットですかね。なるほど、うん、まあ、他にもハロープロジェクトだけじゃなくてね、本当に全国いろんなところいろんないいところいっぱいあると思いますので、はい、私たちメンバーを通してそんな魅力もお伝えしていけたらなと思いますし、はい、東海地区にもいいところいっぱいありますので、そうですね、はい、むしろ私たちが東海地区の魅力を知っていけたらななんて思っております、はい、他のメンバーはこれからどんなお題を入れてくるのでしょうか。来週もここでしか聞けないトークを楽しみにしていてください。以上、深夜のパジャマ女子トークのコーナーでした。ここからは木曜日限定コーナー、本日はいっちゃんのすみません、いっちゃんの電車でゴーゴーゴーのコーナー、イエーイ。はい、このコーナーは鉄道大好き私市岡玲奈が皆さんに鉄道の魅力、楽しさをただただひたすら語るコーナーです。お二人は乗ってみたい電車って何かありますか？そうですね、深夜特急。寝台列車、寝台列車っていうの、うん、ありますよね、で寝れるやつ、はい、寝れるやつ乗ってみたい。乗ってみたい。そんな感じですかね。私は機関車ですかね、はい、トーマス、トーマス乗ってみたいです。でさ、トーマスには乗ってみたいよね。トーマスには機関車っていうか、トーマスに乗ってみたいあのアニメのトーマスに乗ってみたいですね、うん、はい、そうですね、うん、まあでもこれ今日のお話は多分お二人もすごく楽しめるんじゃないかなというのを今回持ってきました。ありがたい。今回はですね、うん、ドクターイエローについて本日はお話しさせていただきたいと思うんですけれども、うんうんうん、はい、ここでちょっとまず、まあ、毎回やっている一問のクイズをやりたいと思います、うん、あ、すいません、間違えました。問題は後にします。わかりました。ということで、はい、さ、あのドクターイエローって黄色じゃないですか、うん、もう見た目が、うん、なんで黄色だと思いますか。うん、他の電車とか新幹線とかのとの区別をつけるため。あ、でもそれもありますね。あるんだ、目立つから、うん、あ、でもそれもあります。なんか、うん、あの夜も作業するんですとか、ドクターイエローってその線路の、 あの歪みとかそういうのだったり、あと電気の設備とかもこう調査するために走りながら、あの何ですか、検査していくのがドクターイエローなんですけど、夜も作業するんですよ、うんうんうん、なのでその夜に黄色だとこう分かりやすいじゃないですか、目立つね、うん、っていうので黄色なんですね。でドクターイエローって見ると幸せになれるっていうじゃないですか、ね、でもそれってなんでだと思いますか。なんかあんまりいないから、そう、搭乗率が低い。そうなんですよ、あの時刻表、普通の電車ってあの何時何分にこの駅に来ますって時刻表が出てるじゃないですか、うん、ドクターイエローって時刻表が存在しないんですよ、うん、だから何時何分にこのどこの、の区間を走ってるとか、どこの駅に停車してるっていうのもないですし、うん、その例えばあのなんか何日か何日に例えばこの駅でドクターイエローを見ましたって言って、うん、また同じ時間に行ったとしてもいるとは限らなくて、神出鬼没なんだ。そうなんです。だから
その突然現れるからドクターイエローを見れたら幸せになれるっていうジンクスが多分できたと思うんですけど、そのドクターイエローって普通の新幹線、あの L700 系とかって16両編成じゃないですか、16号車、1、あるあるある。でもそうドクターイエローって7両編成なんですよ。7両しかないし短いんですよ。でもそのドクターイエローのあの普通の新幹線とかって、まあ、乗ったらその人が座れる椅子とか、まあ、トイレだったりとかがあると思うんですけど、ドクターイエローはその1号なんですか、その1両ずつに、あのその違った機械がいろいろ置かれてて、でなんかそこでその作業してる人もいれば、あの1号車から6号車目はいろいろな機械がその例えば、なんだろうな、そのいろんな機械が置いてあるんですよ。なんか線路の歪みを探知するやつとか、電気とかとかなんですけど、7号車はなんかちょっと視察に来た人とかがこう座れるように、普通の新幹線みたいに座席はいくつかあるんです。へー。だけどその本当に7号車だけしかなくて、その大きいビジョンとか、その視察に来た人が見るためのビジョンとかもありますし、っていう感じで普通の人は乗れないっていうのもそうだね、ドクターイエローの魅力で、そのたまになんかテレビとかでドクターイエローの中身になんかあの中にこう乗ってみましたみたいな、潜入みたいな、なんかたまにあるんですけど、そのリポーターの人に私はなりたいですやってみたい。最終的にいっちゃんの夢語ったじゃん今あの本当にそう、一般の人じゃ本当に入れないんですよ、でその、機械とかのやるその専門の人になるか、そういうリポーターの人になってで入るかしかないじゃないですか。そうだね。でなんかその生でテレビとかではそのこういう機会がありましたとか、そのこういう風に中身はなってますってはなってるけど、多分全部は語られてないと思うんですよ、多分企業秘密なところもあると思いますし、でそういうのを生で見たいじゃないですか、だからもう私は本当にもしハロープロジェクトをやめたら、リポートになるのかなそんな将来が。いやまあでもね、それこそ好きなものをずっと語り続けるって、そうできることじゃなくて、うちの牧野まりあちゃんも野球をずっと言ってて、今日本ハムファイターズ関係のお仕事もね、してる機会もありますし、私たちもセパ交流戦の応援大使やらせてもらいましたりとか、そうやってご縁はすごくあると思うので、いつかいっちゃんもね、デビュー決まってますし、このままアピールし続けて、いつかリポーターできるかもしれないってことですか。そうそう、可能性あると思うよ、全然言い続けたら。ずっとドクターイエロー入りたい入りたい入りたいって言ったら、いつか入れると思う、言い続きます、だから極めててほしいですねこれからも、ね、鉄道好きは本当にドクターイエローは、なんだろう、電車のことあんまり詳しくない方とかでも、なんかやっぱ見ると見るだけですごい幸せに本当になれるし、なんか私は生でそのドクターイエロー自体はまだ見たことがなくて、ありますかお二人。あるある。すごい偶然。でも偶然だけど、それこそ偶然だよ、すごいな。でもその時はドクターイエローが何だろう、その重要性っていうか、すごいっていうの全然知らなかったから、もうなあ黄色いぐらいで終わりもったいない春も、東京駅で見かけたんですけど、こう地方から帰ってきて、ね、新幹線で寝た後で寝ぼけたままこう歩いてて、あ、黄色いなと思ってすごい黄色いなって思ったら、すごい多分こう鉄オタと呼ばれる方たちが、顔の部分、先頭の部分にすっごい集まってて、何してんだろうと思ったら写真撮ってて、春も春もとか言って一緒に一枚撮ってた。撮ったんですか。撮った、すごい撮ったはず。見当たらなかったからねお家の方にあるかもしれないんですけど、本当に。なので、まあ、ここからドクターイエローからこう入って、どんどんいろんな電車、まだまだいろんな新幹線ありますし、それこそ東海地区にだっていろんな在来線もありますからね。だからどん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 、またこのコーナー多分3回目とか、3回目ですよね、またできたらいいなと思いますね。はい、なるほど。それで、あ、さっきできなかった問題やるか。問題やります。はい、本当にドクターイエローとは何にも関係ないんですけれども。関係ないんだね。モノレールってあるじゃないですか。はい、を簡単に説明してください。ほう、おっていう。モノレールを簡単に説明してください、はい、モノレールって普通の電車とかと何かが明らかに違うんですよ、上を走ってるとか、なんかそういうあるじゃないですか。私わかる。モノって
モノレール、レールが1本で 1がモノ、モノが1っていうのを表してるみたいなのは聞いた気がする。1がモノ、だからモノレールのモノはそのレールが1本ってことを表してるみたいな。あ、そうです、レールが1本だからモノレール。そうなの、マジマジで。もなんか正解は本当にそう、レールがいい、あの普通の電車って線路ってその2つ、なんていうんですか、線路があったらあの車両のタイヤが上に乗っかってるよね、2つこう乗っかってるじゃないですか、うんうん、でもモノレールって1本のレールに、うんうん、例えばつる、それにぶら下がってるモノレールもあれば、うんうん、その上にこう走ってるのもあると思うんですけど、うん、っていう問題でした。へえ、そうです、なんかモノレールのなんかなんでそれを全然理解、頭がついてってないよ、やばい。家の一応かけはその一本のレールで走ってるっていうのを誰も知らなかったんですよ、問題出したら、うんうん、これ問題したら面白いかもと思って今回出してみました。ありがとうございますそうなんですよ、そうだからモノレールはその1本のレールっていうのを表してるってことだよね、うん、そう、あの1本のレールで走ってる、走ってるのがモノレール、そうです、そうです、はい、ということでした。ということで、はい、皆さん少しでも電車のお勉強モノレールのお勉強になりましたでしょうか。少しでも ね、リスナーの皆さんにも興味持っていただければなと思います、はい、さてこのコーナーでは、うん、いっちゃん鉄道の乗客を募集しております、はい、乗客になれる条件は私が知らない鉄道知識雑学を教えてくれた方、うん、それが切符の代わりになります。なるほど、乗りたい人はじゃんじゃん送ってください。はい、あのちなみにいっちゃん鉄道から降りたいときはどうすればいいですか。いや降りたいとかもするのはもう存在しませんね。あら、あ一回乗ったらもう一生乗りっぱなしになります。一生、はい、はい、それでもいいよっていう方はぜひぜひメッセージをお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、はい、それでは今週も満足していただけましたか。いっちゃん満足しました。 OK ですか。はい、か OK です。ということでいっちゃん電車でゴーゴーゴーのコーナーでした。はい、さてここではまだいろんなコーナーも試してみたいなとも思っているので、皆さんから私たちにやってほしいことがあればじゃんじゃんお送りください。はい、はい、全ての宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。このコーナーでは毎回東海地区をはじめ全国全世界のドラえ場所やドラうめえものの情報を皆様から送っていただいています。採用された方には社員ポイントを授与、ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。ということで早速紹介をお願いします。はい、ラジオネームトマトロちゃんからです。ありがとうございます。探偵室の皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんはラーメン好きでしょうか。うん、好きです。好きなのは醤油、豚骨、味噌、塩では、青いラーメンはどうでしょう。東京はスカイツリーの近く本所吾妻橋駅から徒歩 1,2 分のところにある吉報市というお店では、鶏ちんたん青という、なんとスープも麺も青いラーメンが食べられるんです。はっきり言って見た目はまあ美味しくなさそうです。そりゃそうだよね、はい、青だもん。ですがめちゃくちゃ美味しい。どうやって青色にしているのか分かりませんが、スープは鶏の旨味が凝縮されていて、だけどあっさりしているんです。東海地区の皆さん、スカイツリーに観光に来た際はぜひ行ってみてくださいとのことです。はい、青か、うわー、いいーだ。でもなんかなんか思ってた青よりちょっとなんか水色っぽい青、ちょっとね透明感のある、うん、いやでもやだな、うん、なんか洞窟の洞窟の中にありそう、水、そう水、こういう水、神秘的だけどね。でもなんで青にしようと思ったんですかね。麺まで青は、いやなんか卵とかトッピングのネギとかの白がこう余計ちょっとなんかこう鮮やかなのがね、またなんかパッと見は美味しくなさそうですけど、麺が青いマジ、何でできてるの。ちょっと私は勇気いります。けどさ、青いものって食欲が失せる食べ物とかっ て、なんかこう、ね、ダイエット方法とかにもなったりするじゃない、うん、はいはいはい、それをこうあえてスープご飯にかけず、残ったスープ、マジだ。ちょっとこれ勇気いりますよ。でも美味しすぎて大人気なんだって。そうですよね。まあまあちょっとこれはね、さっき話しましたけど、一、うんうん、人で行くほどの勇気はないので、いいですね、なんか友達とか、それこ そ, そ、
インスタ映えのためにインスタ映えのために行くんだったら、あ、でもなんか綺麗な外観もね、うん、おしゃれな感じですよ、お店。でもスカイツリーの近くなので、スカイツリーに遊びに行った時とか、うん、観光の時とかに立ち寄ってみるっていうのはありかもしれないですね。そうですね、はい、まあ美味しいとはいえ、ちょっとなかなかのビジュアルに衝撃を受けてしまったので、そうですね、今回は2ポイントとさせていただきますけど、皆さん大丈夫ですか？いや、はい、食べてみないと分かんないんだよね、これは。でもまた食べたら、またこのハロドラで食べに行きました、味はこうでしたってこう、そうだね、また広めていくっていう、うん、でまたその時トマトロさんごめんなさい、やっぱ5ポイントあげるとかいうのもありだしね、あるかもしれない。とりあえず、まあ、見た目だけ見たら、うん、2ポイントにしたいと思います。おめでとうございます。こんな感じで皆さんからの全国世界のドライネタをお待ちしております。じゃんじゃん情報送ってください。情報の宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。以上、こちらハロドラ探偵社ザ・ワールドでした。続いてはふつおたのコーナー。イエーイ。ここでは皆さんからの普通のお便りを紹介したいと思います。ということで紹介をお願いします。はい、ラジオネームバーバーバ、ん？バーバパパのパパのパパのママ。バーバパパのパパのパパ。違えた。はい。大丈夫。ね、つぼっちゃった。もういっちゃんがつぼに入ったので代わりに読みます。続いてのメッセージはこちら。ラジオネーム、バーバパパのパパのパパさんからです。ありがとうございます。ズーちゃん、エパン、イッちゃん、こんばんは。こんばんは。ハロドラでのエパンのイメージはモノマネ上手ですが、ズーちゃん、イッちゃんは得意なモノマネはありますか？とのことです。はい。モノマネは、このリニューアル前に散々やりましたね。なんでなんでだか忘れちゃったんですけど、得意なものは得意って自分では言ってるんですけど、まあ、とりあえずリサちゃん、尾形リサちゃんと、うん、モノマネ対決をした時は全勝しましたね、私。じゃあお得意の一発お願いします。低燃費少女ハイジって知ってます？あ、知ってるよ。あ、知ってます、うんうん、それ のおじいちゃんとハイジどっちもできるので。おー、すごい。じゃあ先ハイジからやりますね。どうぞ。できるかな。アディエさん、アディエさん、低燃費って何？低燃費って何？ CVP って何？ハイジです、はい、うまいうまい。やったすごい。これ音だけ聞いてたら急に CM かなとか思った、うん、やった、うん、嬉しい。いや、ほんと褒められなかったんです、これ。あ、そうなの？この間のハロドラでは。あら、残念。じゃあ次、おじいさんいきます、うん、ハイジー、ハイジー隣町のペロペロキャンデー。以上です。うまい。なるほど。ちょっと何度か。それはね、はい、うん、上手かもしれない。やった。まあでもいろいろあるんですよ、私。いいですね。これだけじゃなくて。それ先にやりましたっけ？やりづらいな、この後。あとドラえもんとか。ドラえもん聞きたい。いきます。できるかな。ドラミ行くよ。30年前に戻ろう。似てるかも。あれだな。こう。前の、そうです、前の時かな。そうです、なんかこう昔のドラえもんだね。中途半端な時期のドラえもんみたいな。だどっちもみたいなね、感じあるよね。すごいすごい。しんちゃん、クレヨンしんちゃんのひまわりとか出た。それ、ひまわり、クレヨンしんちゃんのひまわり、うちの織田も上手だよ。そうなんですか、うん、ただ一個教えてあげる。春なんてあいみんの前でそれやんない方がいいよ。何ですか？嫌いなんだって。なんで？そのひまわりのその感じが好きじゃないんだって。アニメで見るのはいいんだけど、人の声からそれが発されると思うと怖いんだって。へ、うん、ハイハイしてる時ですよね。そうそう、うん、昨日ちょうど先日コンサートで、茨城でコンサートした時に、はい、MC で牧野まりあちゃんと、うん、小田さくらちゃんとやってたんだけど、うん、まりあが下手くそすぎてこうさ、ひまがさ、てててててってこうやってこう走るときに言うじゃん、はいはい、あれマリアが言うと完全にいてててててなの。大丈夫大丈夫みたいな会話をついこの間してたから、すごいタイムリーに感じますよ。なんか、なのでせっかくアヤパンバージョンも聞かせてください。聞きたい。ひまちゃん、ひまちゃん、いやちょっと、そう言われたからちょっとはずはずに行きます。キャ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 。すごい。いいね。やっぱなんかこの辺はちょっと歌が上手な子ってモノマネも上手だよ。いやいやいや、小田もそうだけど。確かに。いっ
っちゃんこんな感じです。ある得意なものまね。得意というかそのあのお母さんが、うん、鈴鹿サーキット、うん、あのが、うん、よく行ってたらしくって、うん、そのバイクのレースがあって、うん、その、うん、なんだろうそのバイクが、うん、その始まる前に、うん、エンジン音を、うん、なんかこうブンブンブンってなるんですけど、うん、そのまねいやうまいとかはあのちょっといやうまくないえなんだ私本物ちょっとわかんないんで。わかんないの。いや大丈夫、私もわかんないから。そう誰も正解わかんないから。とりあえずねバイクのエンジン音だと思えばいい、ね、ちょっと飲み物飲みますね。じゃあ準備します。いっちゃいます。私なんかあるかな。工藤さん、私何やっても、はやってる、何やっても私だよ。イメージないですもん。でしょ、やってこなかったもん今まで。本当にさあ大丈夫ですか準備は。はい、できるかな。鈴鹿サーキットのバイク音、はい、エンジン音、バイクのエンジンをかける時のかける瞬間の音まで、はい、3、2、1どうぞ。ブルン、あ、すいません、同時に面白すぎる。今のはちょっとちょっとミスった。そう、あの口が回らなかった。わかる。いきます。はい、いきます。待って、ちょっと笑っちゃう。ドゥルルンドゥルルドゥルルブーンっていくんですっていうのをお母さんが好きなんですよ。で、平和だな。一応かけ平和だな。正解も分からずやってました。あ、そう。はい、すごい今顔が熱い。あ、やっぱ大爆笑。面白い。もっとなんかうーみたいなことやると思ったら、うん、もっとなんかただなんかこうリップロールしてるだけ。確かに面白い。面白い。ルーさんは、私は最後に強いて言うならだよ、似てる、うん、まあもう私も似てる自信は1ミリもないけど、はい、隣のトトロのおばあちゃん。ああ、聞きたい。ちょっとなんかこう3、2、1お願いします。隣のトトロのおばあちゃんまで3、2、1めいじゃーん。なんとなくわかるでしょ。なんとなく伝わってくれっていう思いでやった。でもちょこっと似てます。あの似てない似てないって言われてからやられると、うん、あ似てるって思います、うん、でしょ。だから前もって言うようにしてる。似てない似てないって。いやでも、うん、私あのめいちゃんはここにいなまで言うと思ったんですよ。あ、そこまで言うと思った。言うと思った。割とめっちゃ一言だったね。でも短ければ短いほどモノマネって似て似ますよね、うんうん、長いとボロが出ますよね。そうそうそう。いやそうです。いや面白い。こんなもんです。面白い。もう二度とやりたくないです。夜11時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れのお時間です。今回のハロドラはどうでしたか。いや私広瀬はもういっちゃんとルーさんのモノマネが聞けただけで、今回はもう二度とやらないと私は決まった。私も二度とやらない。いや言ってくださいよ。いやだよ、なんか後半のインパクトが強すぎて前半何話したか記憶飛んだのよね。多分リスナーの皆さんもね、あのもうメイちゃんとリップロールの音以外ね頭に入ってこないと思いますけど、本当に面白かったです、うん、2人のモノマネ。よかったね、笑ってくれる人で。そうです、なんかシーンとするのがちょっと怖かったんですけど、わかる。そう、笑っていただけてよかったです。お二人の思ってる50倍ぐらい面白いです、うん、本当に本当に面白かった。よかった、はい、それはよかった、一安心でございます。はい、ツイッターで番組に関するツイートもお待ちしております。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしていただければ私たちがもれなくチェックしますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。さあここで少しお知らせしたいと思います。まずはいっちゃんから。はい、私一岡玲奈も出演するハロープロジェクト研修生発表会2017 12月コンティニューが12月から始まります、はい、東海地区では12月2日土曜日 ZEP 名古屋で、そして少し遠くにはなるのですが12月3日日曜日には ZEP 難波で、そして12月10日にはZEP 東京で行われます。2017年最後の発表会です、うん、今年1年もたくさんいろいろなことが研修生もありましたが、その成長の過程だったりとかいろいろな集大成をお見せできると思いますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、そして続いて私広瀬彩香の所属している拳ファクトリーからお知らせがあります。
私たちはただいまこぶしファクトリーライブツアー2017秋ソングスフォーユーと題して全国各地を回らせていただいています。こちらは12月3日の新宿レニー公演が最終日ということで、うん、残り少なくなってきてはいますけれども、今回はあの私たちこぶしファクトリー初のアカペラにも挑戦していましてですね、たくさん私たちの歌声をお届けできる公演となっていますので、皆さんぜひお越しください。そして私たちこぶしファクトリー初のバスツアーが12月9日10日の2日間で決定しました。今回は群馬県に行かせていただきます、うん、こちらは里山のバスツアーということで、自然に触れ合いながら皆さんといろいろなことを、楽しめたらいいなっていうふうに思っていますので、ぜひお越しください。そして12月16日に私たちこぶしファクトリーのクリスマスイベントスマイル 4U が、山のホールにて行われます。こちらはオリジナルのコントを去年に引き続き3公演あるんですけれども、3公演とも違ったコントをお届けしようと思っています。はい、脚本はですね皆さんの大好きなあの方が書いてくださっていますので、誰だ、ぜひそれは、まあ、当日までお楽しみということで、ぜひお越しいただければなと思います。よろしくお願いします。そしてモーニング娘。17はですね、現在、東京原宿エリア9という場所で、うん、モーニング娘。20th Anniversary カフェというものをオープンしております、はい、モーニング娘。現役メンバーのオリジナル、うん、こうドリンクというか、うん、みんなが考えたオリジナルメニューだったりとか、うん、出身地にちなんだメニューだったりとか、あとは過去の衣装、先輩方からのメッセージなどなど、モーニング娘。一色のカフェになっております。12月10日までです。ぜひ遊びに来てください。そして12月6日に15枚目のアルバム15392というものをリリースいたします。約3年ぶり待ちに待ったアルバムです。皆さんこちらもよろしくお願いします。そして11月3日より配信リリースされました愛の種 20th Anniversary バージョン、こちらはですね、初期メンバーの5人の皆さんと現役14人、計19人でモーニング娘。20th という名前で歌っております。まさか先輩たちが手売りで5万枚売ったあの曲を今こうして歌わせていただけるとは思ってもみなかったので、すごく感謝の気持ちでいっぱいですし、たくさんの方々に届けばいいなと思っております。そして私たちは現在コンサートツアーの真っ最中です。モーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2017秋 We are モーニング娘。こちらはですね、残すはあと4公演かな。12月に、広島山口、そして最終日12月11日日本武道館で行います、その日をもって私はモーニング娘。を卒業するので、本当に残すところあと何回パフォーマンスしてる姿を皆さんにお見せできるのももう数えられるほどになってきてしまいましたが、最後まで全力で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。そして個人的なお話になるんですけれども、はい、10月27日に4冊目の写真集工藤遥というものをリリースいたしました。こちらはですね、はい、モーニング娘。として最後の写真集であったりとか、あとは初めて海外グアムの方で撮影したりだとか、はい、私も本当に満足いく仕上がりになりましたので、ぜひ今からでも遅くないです。チェックしてください。よろしくお願いします。詳しくはハロープロジェクトのオフィシャルホームページをチェックしてみてください。明日金曜日は道重さゆみさん、アンジュルムの上国梁萌ちゃん、笠原桃奈ちゃん、船木むすぶちゃん、川村彩奈ちゃんの中からお二人、計3人でお送りします。明日も夜11時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ木曜日、ここまではモーニング娘。ワンセブン工藤遥香と、こぶしファクトリーの広瀬彩香と、ハロプロ研修生の市岡玲奈の3人でお送りしました。それでは皆さん、また来週。